こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回は SR 並木ちゃん、なんとか活かしてみるデッキ考えてみましょうの回です。早速いきましょう。で、今回のデッキがこんな感じです。鈴本、葵、並木ちゃん、銭形、妹ちゃんで上高と。で、走者釘付けを取るのに、まあ、治癒を重ねたり、立川でクイック取ったり、いろんな方法があると思うんですが、僕は手持ち的にこれが限界かなと。鈴本で、なんとかクイック抑えたいのと、あとは、敏捷ポイント稼ぐのに銭形を入れると。鈴本と銭形自体も元から相性いいんでね。そこをかけたのと、あとは、助っ人に神高を呼んできて、試合経験点かさ増しと、鈴本、とのコンビですね。こいつらコンボ起こるので、それを狙っていこうかなと。で、妹ちゃんが確実にドクター K をくれるので、神高切れば鈴本も乾燥しやすいってやつですね。早速いきましょう。うん、集まってるじゃん。幸先いいですね、集まってくれてると。で、妹ちゃん来てくれればいいですね。で、まあ、並木は、東京ゲームショウのイベントが終わって、すぐレベル上げしたんですよ。で、一回使ってみて、まあ、気持ち、いつもより、宝箱落ちるかなっていうぐらいで、使うのやめたんですよ。ただ、皆さんから、並木ちゃんの動画見たいですっていうリクエストがかなりあったので、じゃあ一発撮っとくかという感じで今やってます。で、並木ちゃんは練習がかなり微妙で、どこ行こうかなっていう時に行くくらいの気持ちでいいかなと思ってます。で、誰かびっくりしてると。うん、メンタルだし、銭形行きたいですね。銭形はもうコツが優秀なんでね、ダメでも敏捷くれれば、今回の育成に関しては、かなり利点が多いかなという感じですね。で、神高行くか。お、早いな。金徳イベですね。これ来ると早めに球速を上げたいと。上げたいけど、ないよな、ポイント。いいね。どうしよう。どうしよう。まあ、素直に妹言っときますか。最近はその、騎馬杯で本当にお守りをかなり使って、何個も持ち込めないので、お守りなしで作成してるんですよ。お気づきの方もいるかもしれないですけど。やっぱりお守り依頼ですね。ある内でだいぶ違いますね。どうしようかな。技術ボーナスがかなりうまいっすね。並木いきましょうか。踏んで体力も回復してもらいましょう。ついでに。来なかったか。っていうぐらいの使い方でいいかなと思ってます、僕は。で、SR が揃っていなくて、誰を入れようかなっていう方には、ぜひ、並木ちゃんは使っていただいて、スポット的な役割として、ほんといい子だなとは思ってます。で、許してリリースは一回掴みたいとこですね。で、銭形の評価も10上げられるので、これは両イベです。銭形行こう。うど。まあ、敏捷は集まるんだが。それはいいんだが。どうしようかな。並木ちゃん踏んでもいいっすけどね。休みましょうか。どうしようかな。休みましょうか。ちょっと今回は神高と、休めない。おー。
上高と葵がいてかなり体力を削られていくので、体力はできる限り高めておきながら練習に行きたいところですね。でこれどうしようかな。今回は素直に上高の評価を上げておきます。んーで葵行くか先。よしよし、セクイチはまあまあの滑り出しですね。彼女しっかりできて、で葵かん上高、葵多分行ったかな今ので、上高と銭形がもうタッグ組めそうな感じなので、ほぼほぼいい滑り出しですね。なんかぬるぬるっとしてますね。あ、戻った戻った。よしよし、これでホームラン打たれても OK ですね。本当に打ってきたな。デートしようかな、これだったら。うん、まあまあそれなりな滑り出しな感じはします。せっちゃんでたな。うん、こういうので体力バリバリ削られていくんでね、今回は。これもう一回デートでもいいな。あー、これ行きましょうか。二人評価上げられます、鈴本と。いやー、厳しい。変化来てほしかったな。これだもんな。休みます。なかなか厳しいな。評価自体は全員いってますね。さあもうデートしよう。よしよし、神高で変化球の練習レベルを上げたいので、優先順位は変化球ですね。お、ほい、ダメだ。お、来ましたね。これ並木さんが走者釘付けくれるかもしれないやつです。真ん中行くと。お、成功。よーし、ということで一応つかめましたと。で、釘付け自体は126か。クイック一回つかめれば大したことないんですけどね。うん、銭形行こう。うど、うど。よーし。で、練習か俺も行きたいかな。でリリースは何回も掴む必要ないので、銭形のいいところってこの福井米でもらえる点めっちゃ多いんですよね。僕も昔はむっちゃくちゃ使ってましたね、銭形。特に技術ボーナスもあるので、どこの練習に顔出してもいいと。変化、精神、金利、どっち欲しいかな。真ん中かな。これで54くれるんでね、かなりでかいと思います、個人的には。で、さすがに休むと。うん、銭形でいいかな。コツを潰していって、鈴本からいろいろともらえる確率を高めたいんで。
なんかいい滑り出しですね。セク1といい、セク2といい。今のところあれっていうのはパワコの練習レベルアップで、まあしょぼかったなっていうぐらいで、まあまあいい流れですね、今のダブルタックの緩急。世界平和は中吉なら OK ですね。で、また光ってると。で、2型鈴本ですね、これは。で、リリースを取ってあげて、対左もどうしようかな、取ってしまおうかな。で、リリースと、これでまああとはルーレットですね。何が出るかなと。あらあら、外れでしたね。おお、いいですね。頑張れ S ランクと。おかげさまで練習できますと。で、やる気効果と銭形の技術ボーナスでダブルタックぐらい入ってますね。これは行くべきですね。で、これは続けます。で、もらえればラッキーって話ですね、マリンボール。なので、通信、どうしようかな。スライダー覚えようか。高速スライダー。カットにするか。んで、シュート。パワコーだったらやっぱり二股の方がいいかもしれないですね。休む休むばっかりで結構ターンを無駄にしてるので、まあ並木のところに誰かっていう感じがこのデッキは本来いいのかなっていう感じですね。どっち行こうかなと。ラブバ狙いで急速行きましょうか。技術も上手いんでね、それなりに。うん、ダメだったね、さすがに。読まないでいいの。うん、並木ちゃんもある程度活躍して、しっかり装飾、下付けもくれて、いい感じですね。銭形失敗したぐらいかな。真ん中で尻上がりもらいます。うん、ダブルタックだな。ナイス。ある程度並木ちゃんもうまくいってますね。あとは鈴本がクイックなんとかくれれば臨床ポイントをかなり節約できるので、そこでこれはさすがに神高で脱三振欲しい。よし、うん、後ろ後いべ、後いべ大丈夫っすね。これは勝負していきましょう。勝てるかどうかは別です。むっちゃ強いんでね。僕はスバルにすら負けるんでね。ハード5個の。勝ち方がわからない。緩急取ったらな。ストレートとか投げとけばいいかな。いや、ぬるーっとしてるな、急に。OK、ラッキー。それヒットにする。すごいな。逃げ球切っちゃったからな。本塁打厳禁、嬉しいですけど、来ても辛いかもしれないですね。素直にいける。低めもらったよな。つけとこう。で、尻上がり。なんか、
いい感じですね。もう悪くないな。変化。うん、来ないか。デートしましょうか。3回目かな ?2 回目かな。残念。結構カラー多いような気しますね、最近。で、これ神高行きたいけど、さすがに。ここで引け。コントロールか。まあ、行きますか。よし。低めを取って、奪三振狙いたいですね。取ったかな、さっき低め。OK。で、妹ちゃんのデートが進んでないので、そこをケアしていく必要はありますね。で、休むかな。デート行った方がいいか。青い餅だな。結構見れますね、本当に。悪くねえな。3回目か。のわー。変化、神高。どうしようかな。まあ、行くか。スカートもいるんで、素直に行きましょう。これで勝負かな、やっぱり。まあ悪くないな。行きましょう。大丈夫だろう、行けんだろう。結構ここまでほぼほぼ絶対的なミスはないですね。悪くない感じの流れですね、銭形以外は。もう使っていくか。よし、来いよ。来い。オッケー。で、コンボですね。鈴本来ねえな、金徳。マイベが全然走んない感じですね。よーし。これ全然いい感じだな。最強。8ももう取りますか。鈴本コツ欲しいな。お、メンタル神高か。これ行きますか。変化ポイントもらえますか。うん、今のところ全然悪くないですね。むしろいい流れかなっていう感じですね。行きましょう。ある程度やりたいことはハマってるかなと。で、思ったより精神ポイントがないですね。強心臓は来てても取れなかったかもしれないですね。打たれ強さとか取ったからかな。タイピングまだかな。で、試合も無操作で
かなりいい感じでしたね。うん、めちゃくちゃいいんだが。タワコーでこれか。いいですね。案内ちゃんが入ってるとは思えない感じですね。案内ちゃん強いのかと勘違いしてしまいますね。これは、どうしようかな。変化ポイントそんなに今欲しい感じじゃないからな。休んじゃいますか、思い切って。お、マジか。これ、短所いったら球速伸びないかな。スタミナ伸びそうだよな。ちょっとかけよう。よーし、これでかいわ。こいつ、いい感じだな。休んで正解でしたね、しかも。よし、しょ。ほぼほぼいい感じですね、本当に。欲しいものとしては、あと精密機械。なんとか、鈴本がくれたら嬉しいなーっていう感じですね。ただ、あと3回あるんだね。切っちゃった方がいいかな。なんとか勝ちてえぞ。よーし。こう、なんでしょうね。なんでこう、ネタ会やるぞっていう時は、うまくいくんですかね。キーバー勝てた。後ろはもう乾燥してるしな。前だなと。よ、いやー、これじゃない。で、やることないので、終わらしに行きましょう。進まねえなあ、やっぱり。で、これは銭形でいいですね。で、これなんかすげえいい感じだな、本当に。盆栽で総編12だな。もうこれ絶対行くな。そうですね。どうしよっかな。ピンチでいいよな。守備連に行きます。なんとか釘付けも取れそうですね。クイックもらえなくてもたとえ。ただもらえた方がやっぱり他の特能に触れるので、なんとかくれないかなって感じっすね。あとはこの牙、どうなるかなって感じですね。毒系でももういいよな、最悪。勝ちたいな。ラッキー。これストレート一球使おう。ラッキー。よく振らないな。もう偉いぞ。あー、空振り良くないよ。空振りは良くないよ。よーし。めっちゃいい感じだな、こいつ。試合だな、と。よー、いやー、ダメダメ、それダメ。シュートとか投げる。当ててくれ、逆に。よーし。いいぞ、いいぞ、キバ。もうナイピ使えないな、これ。よし。当てさせた方がいいですね。もうそう。あー、勝った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 。オッケー。完璧だ。なんだ、この流れって感じですね。並木ちゃん効果かな。よーし。んで、休みましょう。で、これは切っちゃいます。鈴本のイベント優先させたいのと、調子安定ですね。んで、守備でいいよな。むっちゃさせすぎと。銭があった鈴本ですね。どうしようかな、これ。クイック、打球反応とか潰そうかな。当たりしか残ってないよな、明日の。
打球反応、牽制。潰しに行きましょうか。かけましょうか、潰しに行って。これとこれ潰して、もう最悪取れなくてもいい。おい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 、それは一番ダメだろ。いやー、銭形うまいなー。銭形ほんと強いなーって思います、こういう時。これ変化球めちゃくちゃ伸ばせんな。いやー、びっくり。頼むわ、鈴本。オッケー、これは行くしかないですね。よし、頼む、コツくれ。マジで当たりしかない。おい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 、もう鈴本が全然働かん。結構今のもリスクを負っていったんですけどね。全然鈴本が働かん。鈴本ニート状態ですね。伸びくれしい。くっそ、伸びと球持ちくれしいって感じですね。スタミナ上げましょうか、もう。行きましょう。いやー、これで釘付け一気に怪しくなりましたね。お待たせいたしました。突然1回でももらえれば取りに行けんだけどな。さすがに無理だな、もう。うん、やっぱりそれなりに強いですね、もうすでにピッチャーが。ラズベリーぐらいだったら、ほとんど無操作でいけそうな感じですね。いやー、こいつ結構いい感じだな、本当に。結構、並木ちゃん入れて、このデッキ。まあ、並木ちゃんより正直、Q 入れてね。やってたらもう、これ結構いったんじゃねえかな。強いな、このデッキ、多分。これで僕が並木ちゃんの良さをアピールしに来て、銭形の良さをアピールするっていうね。やっぱ銭形強えな。ただもう鈴本が全く働かん。鈴本、びっくりして。よし、マックス。鈴本働けえな。うん、変化ポイント本当もういらねえなっていうぐらい入ってますね。もう4いけるもんな、多分。すごいな、こいつ。で、タイピン取っちゃってもいいけどな。結構もう強いですね、正直。たっさん取りたいけど、無理か。変化ポイント出しちゃったからね。うん、こいつ結構強いな。もう A ランクくらいあっても不思議じゃないですね。 B くらいかな、まだ A あるよな、やっぱ。金徳取ればもう S はいってると思いますね。第2球投げました。超スローボール見送ってストライク。肩越しにランナーが三振。おお、素晴らしい。ウド小田切パワー高組が、うん、ピッチャー強いね、やっぱ。で、経験点2人入ってるんで、ポイントもやっぱうまいですね。ただコツが絶望的に死んでる。どうしようかな、これ。メンタルいくんですけど、もうタイピン取るか。ちょっと一塁の望みにかけましょうか。ラブパでもいいんだよ。ダメか、邪魔された。鈴本くん、ちょっとマジで働いてくれって。鈴本、よーし、
ほんとコツくださいって感じですね。で、なんか潰せるのねえかな。ないよな。ない。コツくれってもう4度目の正直だよ。クイックがいい。クイック。伸び、クイック。玉持ち。よーし。いやー、これマジ鈴本が働いてたら結構いいピッチャーになってますね。んで、これは球持ち取ってあげて、うん、結構もうすごいなこいつ。試合で勝てるかどうかですね。あとはお待たせいたしました。うわー、なんとかして OK。 あとはなんとかしたい、あとはなんとかしたいって感じですね。自分でくそ自動失点か。少し迷ったか。まあ抑えられるかは分かんないですけどね。第2球投げました。これもしかし空振り。これで抑えられました。来なかったか結局。投げました。空振り三振。谷山三球。イベント数少ない。まあ神高は切る前提なので、このデッキは神高と並木さんで全然完走しなかったので、今回はまあ運がそんなになかったですね。前の方は、後ろの方は逆に早すぎるくらいの完走でしたね。おいおい、ちょっと待ってって、それはおかしい。あー、ここで負けか。第9初球空振り。ちょっと残念なんで、本当になんとかしてほしいんだけどな。初球高めボール。カウントワンボールワンストライク。三球目ストライク。第四球を。自動失点三はきついぞ。バットアウト。今日だ。第九。初球ストライク高め。第二球投げた。第3球を投げた。スローボールストライク。インローへ。第4球を投げた。高め。空振り三振。ボール球で仕留めました。ダメか。いやー、こいつちょっと決勝まで持っていきたかったっすね。できたら。なんとかしてくれ、9回。第3球を投げました。打ちました。セカンド左横のフライになりました。がっちりと掴みました。なあ、ダメでしたね。いやー、これはもう残念で仕方ないっすね。結構いい感じでしたね。中継ぎでいいかな。金徳2か、結局。うん、まあこの辺が課題ですね。招き持ってって、なんとか鈴本は完走させてっていう感じと、ここで5500出てるので、6000中盤くらいは狙えそうな感じですね。並木ちゃん入りで。並木ちゃん入りで。こいつなんか悔しいな。こいつ悔しかったな。うん、結局取れねえな。すごいなこいつ、総編が本当に頑張ったな。あ、これ取ると何にも取れない金属が。ダメだ、球速諦めないですね。取れない。クイックが微妙に重いのか。そうですね、そんなこともなかったかな。さあ、これ取ってスタミナか。クイックなんか、なんか取れねえか。取れねえか、取るか。で、気分屋はいらんと。上げれそうなのは守備力、補給か。
まあこのもんですね。いやーこいつほんと惜しかったなー。いやすごいなと、ちょっとあの自画自賛するわけではないんですけど、このデッキの可能性をすごい感じましたね。その並木ちゃんももちろんある程度働いたんですが、銭形、神高、鈴本、ここの噛み合わせはやっぱりいいなという回になっちゃいましたね。並木ちゃんの良さを伝えに来て、やっぱり鈴本、神高はコンボもあり、銭形はコツがほんとこいつ優秀でイベントも良くて、唯一金徳の取得率がまああんまり高くないと、そこ以外はほんといいキャラだなぁと思ってる感じですね、僕は個人的に。これ強かったなぁ。音がバグってる。はい、ということで今回はもちろんタックーンもあったんですが、ダブルタック何回か起きたんでね、かなり並木ちゃんの使い方としてはお見せできるレベルだったかなと。もう本当にあれ、鈴本が1回クイックくれてれば、4回やって1回だったんだね、こいつ。もう一瞬で走者釘付けも取れてという感じでしたね。これ良かったな。おそらく、やっぱり神高、鈴本。で、銭形ですね。この組み合わせは、普通にデッキを他のメンツ考えて組んでいけば可能性あるなっていう感じでした。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また、Twitter のアカウント名と直リンクをコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。